国鉄石8000系貨車は、日本国有鉄道が1981年度から1983年度にかけて9000系の台車を流用して製作した30トン石の石炭車である。老朽化した石3000系、石6000型を置き換えるために1981年度から1983年度にかけて155両が国鉄工場にて、 改造製作された。当時の財政事情から、台車は余剰となっていたく5000型から TR63、CTR63CF を流用し、改造した TR63G である。従来の席は高重心かつ、軸距の短さから、脱線事故が多発したことや、速度面で劣っていたが、本形式ではこれらを解消するため、 走行性能改善を留意した設計となされ、赤車時でも最高速度時速 75km 速度を目標とした。車体は赤3000系の構造を踏襲したが、車体長は 250mm 長くなり、8050mm となった。二百方式は、側扉からの自長落下方式で開閉は、手動で行う。本形式は当初、北海道地区で、 石三前景、石六線型と共に使用され、国鉄分割民営化に際しては、日本貨物鉄道に155両全車が継承された。しかし、石炭産業の衰退により、北海道での石炭輸送がなくなると、鹿児島本線大牟田駅、伊田線カナダ駅間や峰線峰駅宇部線、宇部港駅間に転用された。1990年度から廃車となる車両が現れ、 宇部線の石灰石輸送がトラックに切り替わった1998年までに全廃され石炭車が消滅した。石八千系、石八千2 6 2 0 0 9年9月8日、江別市。ありがとうございます。